便秘の原因は腹筋かもしれません。はい、どうも、東大阪市慢性腰痛専門整体などの岡野と申します。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。過去の動画で便秘の原因第1位っていうものをお伝えしていきました。今回は便秘の原因で非常に多いですね、この腹筋についてお話をしていきます。この腹筋の筋力低下が起きてしまっていたり、この腹筋の筋肉の硬さに問題があることが多いです。なぜこの腹筋の筋力低下だったり、腹筋に硬さがあると便が出なくなってくるか、便秘になってしまうのかっていうお話をしていくんですけれども、便をねこう出す時って、まあね、便器に座ってこうギュッとね踏ん張るわけじゃないですか。なので踏ん張る力がですねないと便っていうのは奥に出せないわけなんですね。なので腹筋の筋力低下っていうのが問題となってきます。ではもう一つ、腹筋の硬さがですねなぜ問題になってくるのか、腹筋で硬い方がいいんじゃないのみたいな思う方いると思います。確かにその説もあるはあるんです。しかしですね、筋力、力がですね一番発揮できる状態っていうのは筋肉が柔らかい状態の時なんですね。もしあなたがね今、あんまりないと思うんですけれども、握力計みたいなね持っているんだったら、この前腕をですねギュギュギュってほぐしてから握力を測った方が実はね力入るんですよ。これね僕ね学校の時に知っとけばよかったなと思うんですよね。でも知らなかったので、もう張ってる方がね力入ると思ってましたけど、こういった業界に入ってですね、手首をね、この辺をほぐしてからギュッてやった方が筋力アップするんですよ。これね知らない人多いです。なので筋肉ってね硬いだけがいいっていうわけじゃないです。だからこそ筋肉に柔軟性が必要になってきます。他にイメージを出すならば、マラソン選手とかを思い浮かべてください。あの人たちっていうのは足がですね、めちゃめちゃ細いじゃないですか。細いけどあんだけ長い距離ずっと走れるんですよ。筋力、要はね太いごっつい人の方が実は走れなかったりします。細くてもしっかりと柔らかくね柔軟性がついていれば、長い距離時間っていうのが走れてくるわけです。ですので逆にですね、運動不足とかになっている方は非常に要注意です。運動不足になるともちろん腹筋だけではないですけれども、筋力低下を起こしてしまって、さらに筋肉を使わなくなるので、使わない状態で硬くなってしまいます。便を出すために必要な腹筋っていうものが低下してしまいますよね。硬さがあるのでその下には腸がありますよね。なので腹筋がもう硬すぎると腸の動きをですね悪くさせてしまいます。これ便秘あるあるなんですね。便秘の方はですね、お腹触るとすっごい硬いです。で結構こういう整体でね、筋肉治療、お腹の方をね治療してあげると、結構あくる日だったりその日に便が出たりします。これすごく多いケースですね。なのでもしあなたが今すぐですねこの便秘を改善したい、解消していきたいっていうのであれば、解決策としては今すぐ腹筋のストレッチであったり整体っていうものを受けることをおすすめします。これが一番ですね即効性が高く、今すぐ腹筋の硬さを取って便を促すことができます。ただデメリットとしては一時的にはなってしまいます。体質、体っていうものは変わってきてないので、一時的に柔らかくなってその分溜まってたものが出るっていうものが今のストレッチだったり整体とかになってきます。もちろん整体もね生き続ければ根本的に変わってきます。もう一つ、僕がですね史上最強にねおすすめしているのが、根本的に変わるの、これは何なのかというと、便秘の原因第1位、これはですね過去の動画でお伝えしたようにですね、これは結論ね答え言っちゃうんですけれども、腸内環境にあるわけです。腸内環境が整っていないと便秘っていうのは必ずなってきます。ですので逆に言うと、便秘の方は腸内環境が絶対に悪いはずです。ですので根本的に解決したいっていうふうになれば、僕がおすすめするのはファスティングです。いわゆるデトックスになるわけです。しかもこのデトックスを行うことによって便秘を解消するだけではなくてですね、ダイエットも同時に行うことができる超いいプログラムになります。実はですね、私はですねファスティングマイスターであったり、ファスティングの支部長というものをさせていただいてますので、このファスティングプログラムに携わっています。そして過去もですね何人も関わってきました。もちろん便秘でねやる方もいますし、例えばニキビだったりとかね、そういったお悩みでやる方もいます。あとはダイエットでやる方ももちろんいます。基本的に今までですね関わってきた患者様っていうものはですね、全て結果が出ています。この動画を見て、もしあなたがですね便秘を解消したい、しかも同時に痩せたいなっていうのであれば、根本的に変わるこのファスティングのプログラムっていうものが一
一番大事だと思います。ですので、もしですね、あなたがもう今すぐですね便秘根本的に直したいなっていうのであれば、下にですね私のファスティングのプログラムを貼っておきますので、ぜひですねこちらの方をチェックしてみて、もし興味があれば体験していただければと思います。実際私のですねサポートもメールとかでもさせていただきますし、特典もですねもちろんついています。根本的に変えたい方は待っています。そういった形で今回はですね、まあ便秘の原因として腹筋の低下であったり硬さがありますよということをお話ししていきました。もしですねこの動画を見てぜひいいなって思ったりね、あファスティングも良さそうじゃないかっていうのであれば、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。まあファスティングとかねちょっと興味あるけどちょっと不安だなっていう方はですね、ぜひですね、まあ、下の概要欄に脂肪リセットダイエットっていうね無料のファスティングについてお話している本ありますので、こちらの本を無料でねプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってみてください。腰痛だったり肩こりでお困りであれば、下のですね LINE 登録していただくと無料のパーフェクトブックっていうものもありますので、そちらの方もぜひ受け取ってください。しっかりと自分で腰痛を治していきたいっていう人のためにですね、無料のメルマガ講座っていうのもありますので、こちらの方も登録していただければと思います。今回の動画最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。それでは失礼します。バイバーイ。